皆さんどうもピーマンドです。実況118回目の今回は8月17日から始まる横浜 DeNA ベイスターズ3連戦プレイしていきましょう。前回対決も当然のごとく負け越し、それも6点差空いていた中逆転食らって負けるというね、また一つこの横浜戦でトラウマを生んでしまった私ピーマンですが、今回の対決勝たなくてはならないからね。これまではゲーム差が空いていたからね、多少負けてもよかったが、今見てもう3ゲーム差になってますからね。スイープなんてされたら並ばれ、追い抜かれるでしょうね。だから絶対にここは今季初の勝ち越しでいかないとダメな戦いですからね。今後の命運がかかってます。ここで負け越せばおそらく4年目シーズンっていうのは逆転されてリーグ優勝もできないでしょう。もうシーズン100勝という目的は果たせずにコロペラント終えることは確定ですからね。4年目シーズン終えるのは決まってるんで、せめてリーグ優勝できるように、もうこの戦いで全てを出し切り、全力を出し切り、勝利だけを純粋に掴み取っていきたいと思いますので、ちょっと今回期待してガチで勝ちに行くからね。いつもガチでやっとるけど、今日はマジでガチだよ、本当ね。一戦目の先発、ここはもう畑ですね。前回登板、横浜打線をね、完封で抑えた。そういうピッチングをしてくれたからね、唯一勝てたのがこの畑が投げた試合ですから、それ以外はマー君も打たれ、則本も打たれという、悲惨な戦いだったからね。もう今日は君に決めます。お前しかいない、この大事な一戦目はね。で、キャッチャーも小林にして、それ以外はいつもと同じで変えずにね。で、前回登板、完封してくれた畑に今日は注目して、一戦目やっていくよ。相変わらず調子のいいバッターが多い横浜打線だが、火をつけささないようにね。一戦目シャットアウトしたら残る2戦、まあマー君菅野登板予定なんですけどね、その2人が抑えてくれる。逆に畑が打たれたらもうお察しですよね。残る2試合やらなくてもいいレベルですから、このカードの流れっていうのをこの畑には作ってもらえるよう期待している。最高プレーボールだ。初回から失点しないよね。まあ、ゼロで行くのは一番理想ですけどね。別にゼロにこだわらず1点2点はやってもいいから、勝たせるピッチングっていうのをできていければいいんですけど、いきなりヒットから始まるっていうね。コースのギリギリ攻めようが意味がないのか今回も、うん、ここは送りバント失敗で OK。 バントの名手大和を失敗を抑えたが、問題はここからですよね。本番です。スタートです。こわ盗塁はさせたでしょうね。はい、オッケー。小林の肩を舐めるなよ。よしで、結果2アウトだ。さすがの肩力、全力でいこう。決まった。これだよ、これ、このピッチングだよ。初回はね、まあ、ランナー許してますから、その辺は注意が必要だ。で、打線も前回の横浜戦の時のようにいっぱい取ってくれたら今日は間違いなく勝てるから、まあ、間違いなくという言葉はあまり使わない方がいいね。間違いが起こって前回は負け越したんだからね。逆転負けも食らったんだから間違いがあるんだよ。このペナントには間違いだらけだよ、お前。その辺にありふれてる雑草と同じね。いっぱい生えてますから間違いが。間違いはあるけど、間違いを犯さぬよう戦っていくんだ。いいね、宮崎筒香2者連続三振。このピッチングできるのであれば今日もいけるな。まあ、いろんな球使ってね、賢くいかないと。その流れでそれ、もうほんと今日初めて投げた1球だぜ。狙って打てるもんなんかい。もうコースの足、完璧な球威、ナイスピッチでも打たれた。条件関係ねえよ、もう。なんで宮崎筒香三振でいけたんだよ。まあ、打つ打たないはもう CP の気分次第だからね。プレイヤーどのこうのじゃないもんね。プレイヤーがいろいろ頭使いながら、うん、ここはこうやるべきだ、こういくべきだって考えても、結果 CP が打つときはどこ投げても打たれるし、打たないときはどこ投げても抑えれるよ、真ん中でも。ほらね、これもだよ、もう。全力とか関係ないのかよ、2者連続三振の後の2者連続ホームラン。はぁ、すごい、本当に。これで2失点。すごいバカらしくなってきたね。いろいろ考えて頑張っていこうと思ったけど、なんかもうどうでもええわ。1戦目からね。まあでも、都合のいいことね。2者連続ホームランもどちらもソロホームランですから、その点に関してはね、2点しか入ってない部分は助かっているよ。ランナーいたらね、もっと得点は入ってるわけですから、そこはいいかなと思うんですけどね。結果2点入ってる。この強い打球はどうしたの、急になんか火ついたけどね。え、なんなの、露骨に強い打球打ち始めてきたけど、1回そんな感じじゃなかったよ。
宮崎筒子完璧に抑えたんやんね。なんか急にスイッチ入るんだよね。だからさっきも言ったでしょ、打つか打たないか CP の気分次第です。今気分良かったんでしょうね。打つ気満々でしたね。これは大変だな、大変なことになっちまったな。あの筒子を抑えた時の俺に戻してほしいね。時間戻してほしい。まあ戻ったとしてもどうせ打たれるんですけどね。俺が変わろうが何しようが何でも言う CP 次第ですから意味がないっていうね。また同じ思い経験してね、発狂するだけだよ。それで終わるだけ。150キロのストレート簡単に運ばれる世界が今ここにあるんだからね。ほんとここ数年間で、ね、日本球界のレベル上がりすぎだわ。なんかやってますっていうレベルでね、検査したら全員引っかかるんじゃねっていうレベルでね、アウトですよ。夏場ゼロになってるかもしれないね。誰も試合に出れないかもしれない。調べてほしいわ本当に。まあもう二度と CP に火がつかないことを祈りながら、天に神に祈りながらね、とりあえず畑で行けるとこまで行きたいと思いますわ。これ次が宮崎筒子連続で続くとこだからね。こわ、逃げた、でも逃げれない。そして打線の援護も今日に関してはない。もうほんとコースの足だよ。もうまあまあここまで38本打ってる選手ですからね。そして今季39号を記録する。分かんないことだらけがこのペナントだわな、うん、4年目やっぱこれちょっと難易度落とした方がいいですね。5年目からね、うん、じゃないとちょっと理不尽すぎてやっていけないわ。メンタル的に非常に厳しい。ホームはセーフで4失点、 QS すらもなくなったね。それが意味すること分かるか。終わりだよ。4対6。まあこれだけ打たれたらね、打線が4点取っても仕方のない話だね。その後はパーフェクトを抑える。やっぱ自動操作時だと抑えられてるからね、うん、もうここ横浜戦ピッチャーでプレーすることありません。全部野手でプレーしていきます。続けての先発菅野智之行きたいと思いますが、あまり期待せず、まあでも自動操作時だと抑えてくれるんじゃないかな。ベストオーダーはこんな感じで、今日はチームのチャンスですね。ピンチでは一切プレーしませんので、しっかりと打ちましょう。プレーボール、チャンスを作れ、すぐさまね。はい、来ましたね。さあさあさあ、今日はいっぱい取るんだぞ。うまいバッティングはライト前に落ちることはないんだよね、こっちの時はね、うん、相手の時落ちまくりなんですけどね。何の差か知らんけど、すんごい何の差か分かんないんですけどね。何事か分かんないんですけど、全部抜けていくし落ちるんだよね。こっちの守備シフト問題があるのか、同じ定位置でもなんか違うんですよね。相手の定位置とこっちの定位置っていうのは、相手の時は都合よく取れる定位置で、こっちの時は都合悪く取れない定位置なんだよね。その辺で負け取るわな。ゼロが並ぶね。そしてまたもやチャンス、今日2度目。うまい右打ちも抜けないんだよね、ロペスがそこにいるから。勝てんわこの辺守備がね。チャンスでプレーしても得点が入らなければ勝てないぞ、菅野の頑張りあってもね。よし来た、ノーアウトランナー2塁、絶対取れるわ。ノーアウトランナー2塁という場面で3拍子揃った名手坂本。ネクストバッターサークルに控えているのはバラ。コツンと当てて右打ちだったりでね、何でもいいですから。三塁にランナーを進塁、それでいいの。差し手の4番で犠牲フライ、理想やね。その1点で勝とう。なおもチャンスが続きます。多く点取る必要性なんてない。はい、抜けていく、1点先制ですね。菅野の守りあってここまでゼロできてたが、こっちが先に1をつけれたよ。おい、でまだ広がっているチャンス、ならば打とう。岡本伸びない、こっちの時飛ばないボールだから、うん、伸びないんでね。これがね、横浜の時ピンポン玉のように飛んでいくんですけどね、ちょっと調べてほしいね、いろいろとね。横浜の選手の身体の体の部分だったりね、ボールの部分だったりね、チェックしないとダメな部分いっぱいあるでしょう。本当にここでね、守護神カミネロを投入したいんだが、調子悪いんかい。ドイ行ってみようかな、頼むよ。あと3つのアウト取るだけだ。4番筒香から始まりますけどね、大丈夫、抑えてくれるだろう。はい、ゲームセットでございました。1対0、結果カミネロ出てきてんじゃねえかよなんだよそれね。菅野よくやってくれました。8回投げての無失点ですね。前の
畑が打たれた分ですね、今日は菅野が期待に応えてくれたよ。そしてバラーで打った決勝タイムリー、この1本のみですよね、得点っていうのはね。まあでもその1点で勝てたっていうのは気持ちがいいよ。1戦目とは非常に対照的な2戦目のゲームということになりました。3戦目も同じですね。今日の先発ジョンソン行くのは危険だ。田中将大で、前回も横浜戦に登板したんですが、6回投げてるのは3失点、まあ結構いいピッチングではあったからね。そのピッチングしてくれたらその分こっちが取るから勝てる。今日どうしようかな、ヨウ大観調子いいし、赤羽外してヨウ大観起用でいってみようかな。調子優先でね、ベストオーダーはこんな感じで、最後もチームのチャンスに注目して勝つ。勝ち越しでね、負け越しでいかんぞ。今季初の勝ち越しのチャンスがやってきたんだから、1勝1敗で迎える第3戦目だよね。第1戦目から発狂するような展開にはなってしまったが、結果良ければ全てよし。3戦目楽しくしようよ。そこに発狂いらない、大声いらない、荒げることなくね、声をね、平和的に静かにやらして。初回から2失点はい、恐怖の田中出現ね、おなじみのやつ。まあいい、取るから、落ちるから、そしてすぐさまこっちも1点取るから、はい、取れたから OK。 いいですね、いいですね、調子の良さがやっぱ血管つながるね。陽大館の詰まりながらのヒットで、そしてワンアウトランナー二塁でまだ1回のチャンスが続いているのであれば、まだ打つだけだ。どうだ、ホームいけるか、あーちょっと戻れ、わー中途半端だったな。もうその優柔不断っぷりがチームの敗北を招とるんだろうが、もうプレイヤーにも問題あるよ。2点目取ってくれたからいいんですけどね、結果的には。ただお前結果的にあそこで1点取ってたら3点目入ってるじゃねえかよ。ダメですね、この優柔不断はね、こういうのが招くんですよ敗北を。んだー、進塁打にもならないフライはこの世にいらない、求めてないだろう。今日岡本が絶好調なんでね、次こそぶち込みて、さっきはあわや届かなかったけどね、まあ飛ばないボールでやってますからなかなか厳しいが、今日は飛ばす、飛ばないボールでも飛ばす。これもチェンジアップなんだけど、これも打ち上げる、また飛ばないボール、鉄球でやってるんでしょうね、おそらくね。それぐらいだ、逆に鉄球あそこまで飛ばす岡本のパワーえげつねえよ。普通のボールでやったらどれだけ飛ぶねんっていうね。宇佐美は今日の1打席目はホームラン放ってるんで、2年連続と2桁本塁打まではあと1本だが、もうせめて抜けるでしょ。なんで抜けもしねえんだよ、もう大和の守備範囲の広さ。なんか靴につけてないっすか、ブーストアイテム的なもんね。すごいスピードで走れるやつ、なんかそんな靴なかったっけ、俊足だっけ、小学生人気のやつね。あれでやってんのかな野球ね、急に加速したけどね、禁止行為でしょそれ。うわー、ちょっと待てよ、接戦で同点のまんま、お前これちょっとね、あまり後半戦のイニング迎えたくはないが、迎えてしまっているからね。問題こっからですね、7回から。田中将大は7回投げての2失点、まあ、結果ね良かったですよ。そして秋山に対しては申告敬遠、次坂本だよ、これ坂本に関してもおそらく来るんじゃないかな。どうだ、いや来ない、坂本と、あ、陽大館か、そうだね、そうだそうだそうだ、今日は秋山一番器用ですから、絶好調の陽大館と勝負、舐められたものだね。でもその結果こうやって抑えられるんだから、舐められて当然だね、うん、納得です。ラミレス、何も間違いではなかった、名称ラミレスやね。まあラミレスだからこんなチームにできたんじゃないですか、うん、すごい攻撃力の破壊力のあるね横浜だよ。でここでピッチャー変わって田口が出てきましたね。その田口は抑え、そしてまたもやチームはチャンス、この辺で取らないと本当にやばい。延長入るつもりはないから、入ったら負けだから、入る前に決めないとね。ゲレーロの打球はヤマトの正面、何なの俺ヤマト好きなのっていうくらいヤマトの正面だったり、ヤマトの取れる範囲飛ばしてるけどね、別にそんな好きじゃないけどね。抜けていく、ホーム特攻は無理だ、ダイソーを送っておくべきだったね。もう後から言っても何の意味もないじゃん、本当に先に気づいとけよ。バッター岡本、まだ今永は変えてこないのであれば打たないとダメなんですけど、結果クソみたいな凡退、またヤマトだね、そこにヤマトがいる、違う、俺がヤマト好きだからヤマトの方に飛ばしてるだけだ。そんな試合中に伝えなくていいよ、その好きな思いね、届けこの思い的な、やらなくていいんだよそんなんで、野球選手なら野球でバットで見せてくれよ、頼むから。
やるなよ。うわー、一撃出たね。はいはいはい。お疲れー。結果また負け越し。それもヤマトに決勝トゥーランだってよ。フラグ立てまくってたんだね。ヤマトのとこに飛ばしまくってたのはそういうフラグだったんだ。うわー、これある意味すごいね。負けたけどなんか、なんて言ったらいいんだろうな。なんか納得してしまうよね、試合展開見てたらね。今日はなんかヤマトの登場回数がやたらと多かった、守備面でね。まさかバットで見せるとは。今季3本目がまさかの勝ち越しのツーランホームランですからね。打たれたピッチャーはどこのどなたさんでしょうか。土井さんですね。防御率 2.74。 お前防御率詐欺だろ。ヤマトにホームラン浴びるようなやつが2点ないのわけねえだろ。お前こんなセリーグ生き残れるか。締めはヤマトにやられて、これで負け越しで横浜とのゲーム差は2ゲーム。それどころじゃないよ、広島とのゲーム差も2ゲームになりましたからね。さあセリーグの首位争い激戦になってきましたね。この3チーム誰が首位になるか予想はできない、わかんない展開になったからね。ただ勢いからしたら完全に横浜広島の方がありますから、巨人の勢い考えればこの先低空飛行でずっと落ちていくこともありますからね。どうなんだろうね。まあ、これからの戦いはかなり激化していくと思いますので、ある意味楽しみですよ。楽しんでいきましょう、その激戦をね、くぐり抜けて、そして勝っていきましょう、なんとかね。まあ、今回もいつも通り横浜戦負け越しということになりましたが、今回はこれにて終わりになります。横浜戦の戦いというのはこの先もまだありますし、またそれ以外の戦いっていうのもレギュラーシーズンは続いていくんでね、こっからなんとか首位をキープできるようにやるべきことをやってやっていくしかないので、次回の動画も楽しんで見てくださると嬉しいです。中日戦からのスタートになりますのでね、ここまで見てくださった皆さん本当にありがとう。グググググッバイ、また会おう。